本日は第23回サンクフェスへ来ております。前編に引き続きメーカーブースの皆様から第1戦、第2戦のおすすめアイテムを聞いていきたいと思います。第24回トラウトキング選手権大会エキスパートシリーズ第3戦の会場となるフィッシングサンクチュアリ、今回はそこで開催される23回サンクフェスタへ訪れ、各ブースでトラキン第1戦第2戦でおすすめとなるアイテムについてお話を伺いました。スミスさんのブースにお邪魔しております。ではまず自己紹介をお願いいたします。株式会社スミスの、開発をしています磯野と申します。結構トラキンに出てるあのシーズンもあの子供の頃から学生の頃まであって、今ちょっと開発をいろいろしているので、まあ、そういうところでもしっかりサポートができるようにっていうモチベーションもあっていろいろ開発をしています。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではですね、第1戦第2戦のおすすめアイテムを教えていただけますでしょうか。はい、どこの釣り場にも共通はするんですけど、やっぱりその動かして止めてっていう誘い出し系のルアーっていうのがあのもう必須だと思うんです。でそこに対して、魚との距離感だったりアピールっていうところを、使い分けていく。でその中で、やっぱりなくてはならない存在っていうのがあるので、それをちょっと紹介したいと思います。はいはい、まずはもう売ってるものから言いますね。はい、ちょっとごめんなさい、これは新色なんで今ないんですけど、種類的にはあります。でこれがパペットサーフェスというルアーで、これはパペットモアというルアーです。でこれは、クランクベイトみたいに見えるんですけど、実はこれトップウォーターの水面で誘うプラグなんですよ。で水面でちょこちょこ動かして止める、ちょこちょこ動かして止める。で、このルアーに持たせたものっていうのが、例えば、魚もやっぱり弱い誘い強い誘いっていうのをそれぞれも例えば一頭の中でも結構変えていかないといけないこともあって、じゃあ、今この魚はこういう反応してるから誘いを強くしよう、あでもこの魚今魚のこの集まり具合だったら弱くしてこういうふうにしようみたいなことがちゃんと一頭の中でもアレンジができるように、そのできる幅をすごく大事にしたルアーです。だからちょっと潜るっていうところも誘いの幅をとにかく広げてあるものです。はいはい、でパペットサーフェスは、基本的には、自分のイメージですよ、あの半分以上の魚水面でいる魚を、大事にできる、拾っていけるようなモチベーションのもとでやってるんですけど、残り2割ずつぐらいは何かのやっぱりフォローが必要で、それは強い方と弱い方っていうところの両端でフォローが必要で、強い方、例えば魚が深場にいるけど水面までできらない、でそれが、強い誘いをすれば出ますよっていう時にはこのパペットは一回り大きいんですよ。これを使ってあげることが大事になる。で、これよりも弱いところ、これはまたカディスというプラグを作ってて、これはちょっと1月、来年の1月ぐらいになると思うんですけど、それに関しては、引き算的なアピールをフォローしてあげているということになります。とりあえずこれがトップウォーターです。はい、でもう一つがもう皆さん使ってると思うんですけど、スティールの T2 と言います。はい、でこれは、パペットみたいなトップウォーターと近いところがあるんですけど、これも潜らせて浮かせて潜らせて浮かせての例えば水深だったりとかその強弱だったりとか、そういうところで魚を興味を引きつけさせてから浮かせるときに食わせるっていうことをするルアーです。これももう皆さん結構、武器にしてる方多いと思うんですけど、もうこれも針のちょっとした違いだったりとか、タックルセッティング使い方によってすごく化けるんで、そういうところを事前に、習得していただいてから自分ならではの魚の引き出し方っていうのを見つけていただけたらと思ってます。これも、2つの釣り場それぞれで有効なルアーです。はい、でちょっとこれが間に合うかどうかわからないんですけど、これマイクロクランク、これダンゴウオっていう新製品になるんですけど、これはさっきの誘い出すルアーとは違って、もう魚の動きがもうゆっくりで動きたくないようなゆっくり、もう目の前でぼーっとしてる魚が結構釣り場にいっぱいいて、その魚の目の前にまで魚ルアーを泳がしてあげるとやっと言い始めて、もう本当にこんな感じでいくんですよ何回も。でそういう、誘い方ができる動きのあとシステムのルアーっていうのは
自分の知る限りなかなかなくて、でそれを魚を観察してそれをどういう風にしていこうかなってなったら結局マイクロクランクのこの形になって、レンジ合わせ、フッキング、誘いっていうところ、あとは飛距離もそうですけど限られた範囲でより広く捉えられるルアーっていうことで、この談合はトラッキング出てる方には確実に戦力になるルアーになりますので、これはもうぜひチェックをしておいてください。ちょっと発売が間に合うかどうかが微妙なんですけど、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。では、最後にですね、はい、今シーズン参加される選手の皆さんへ、はい、一言メッセージをお願いいたします。まあ、今いろいろな釣り方、まあ、ルアーもそうですしメソッドも増えているので、どこをどう引き出すかっていうところはいろいろあると思うんですけど、まあ、魚をちゃんと観察していれば自分なりのリズムは作れてきますので、まあ、自分のリズムを崩さずにというところで、自分が死ぬこと言っていた立場かわからないんですけど、まあ、自分自身は魚をずっと観察し続けている立場なので、そういうところで見つけるっていうところはちゃんと試合成績にもつながってくると思います。はい、応援しております。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラットシバリーさん、ニュードロワーさんのブースにお邪魔させていただいております。それではまず自己紹介からお願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは、株式会社ゼンマルの飯塚と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、今シーズンのトラッキンの第1戦第2戦のおすすめアイテムを教えてください。はい、ニュードロワーからですね、こちらハントグランデ 1.0g、ハントグランデ 1.3g、こちらの方が第1戦第2戦ではおすすめルアーとなっています。また、ラットチバリーからは、ロッカー 2.1g、ロッカー 1.3g、こちらのアイテムが、おすすめのルアーとなっております。ありがとうございます。では最後にですね、今シーズン参加される選手の皆さんへ何か一言メッセージがあればお願いいたします。はい、ニュードロワーでですね、こちらトーナメントシーンから、またサンデーアングラーの方にもですね、向けたさまざまなアイテムの方を展開しております。またですね、ラット縛りの方でも、こちらの方、また新しいさまざまなアイテムの製品をですね、開発テストをしておりますので、そちらの方もトーナメントシーンでも使えるものになっておりますので、ぜひ今期のトラッキンでも使っていただけることを、私も願っております。ありがとうございます。ありがとうございます。FPB ルアーズさんにお邪魔したいと思います。それではまず自己紹介をお願いします。はい、FPB ルアーズの諏訪寛太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではなんですけど、はい、第1戦第2戦に向けてのおすすめのアイテムを教えてください。はい、まず第1戦がね、大芦川であるんですけれども、オープンして間もない状態で大会が開催されるということと、比較的広くてクリアということで、広範囲からいい魚を呼ぶということが必要になるかなと思います。そこでおすすめなのがこちらですね、ブレイブ。こちらのアイテムがですね、まあ、遠くまで飛ばせて早巻きもできて、でクリアポンドでよく効くイレギュラーアクション、スライドアクションも入りますので、魚にスイッチを入れるっていうのがすごく得意なスプーンになってます。とにかくいい魚を遠くから見つけてもらって食ってもらうっていう時にはこちらがおすすめですね。結構キーになるかなと思います。こういった重ためのスプーンで、あとはスイッチが入るっていうところがキーになるかなと思います。でですね、平屋湖の方、まあ、逆にそちらも、クリアで広いということは変わらないんですけど、今度は標高が高くなるの で11月でしょ、シーズンも進むから水温が下がるんですよ。で河川水を使っているエリアだと、もう魚もね、冷たい水が入ってくるので、もう今度縮こまって早く動けなくなるんですね。っていう時はこっち、このフロンティアの 1.7g、これは板薄のもので、シルエットは大きいんですけど、ゆっくり巻くことができます。こういったものを使うと活性の高い魚に見つけてもらいやすく、かつ遅くしか動けない魚にも追いつけるスピードで巻けるっていうのがいいかなと思いますので、大鷲戦、平屋湖戦の、まあ、1回戦放流ラウンドはこういったものを使ってもらうのがおすすめかなと思います。でまあ、落ち着いてきてからはね、日が高くなってくるとまだまだあったかい時期になりますので、上目の展開なんかも増えるかなと思います。そしたらこっちのちっちゃめのスプーンのベリーズだったり、ちょっと発売がね間に合うか分かんないんですけど、この11月発売予定のリトルマッコ、これもね表層クランクですっごい優秀なんで、平屋湖戦間に合えばぜひ使ってみてください。頑張ります。
ありがとうございます、はいはい、それでは最後にですね、はい、今シーズン参加される選手の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、そうですね、エキスパート戦を目指してちょっと各地でね、予選の方が繰り広げられていきますんで、ぜひ頑張っていきましょう。自分も選手として頑張りますので、エキスパート戦で会いましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。